次に、江藤一億総活躍担当大臣、領土問題担当大臣、内閣府特命担当大臣から所信を聴取いたします。江藤国務大臣。一億総活躍担当大臣、領土問題担当大臣、食品安全、少子化対策及び海洋政策を担当する内閣府特命担当大臣として所信の一端を申し述べます。一億総活躍については高齢者も女性も障害のある方も引きこもりの方もみんなが自らの居場所を得て一人一人がみんなから認められていることを実感することで生きがいを持ち活躍できるよう取り組んでまいります。昨年の出生数が推計で90万に大きく割り込んだことは86万ショックとも言うべき状況です。このような深刻さを増す少子化という国民共通の困難に真正面から立ち向かい、子どもが大事にされる社会を作ります。希望出生率 1.8 の実現を目指し、一人一人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む愛路を打破するため、新たな少子化社会対策大綱を策定し、さらに強力に少子化対策を進めます。幼児教育保育の無償化について引き続き制度の円滑な実施と定着を図るとともに、企業主導型保育事業について待機児童対策や多様な働き方に応じた保育の提供という意義を踏まえつつ、質の確保向上や自治体との連携強化など事業の実施体制を強化し、制度を適切に実施してまいります。子どもたちの誰もが家庭の経済状況に変わらず自らの夢に向かって頑張ることができる社会に向け、新たな子どもの貧困対策に関する大綱に基づき、子どもの未来応援国民運動や地方公共団体の取り組みの支援等、子どもの貧困対策を総合的に推進してまいります。障害者施策については第4次障害者基本計画に基づく施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、施行後3年を経過した障害者差別解消法の見直しの検討を進めてまいります。交通安全対策については未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策をはじめ各種施策を着実に推進してまいります。合わせて子ども若者の育成支援、高齢社会対策に取り組んでまいります。領土主権対策については竹島の領土問題及び尖閣諸島をめぐる情勢等に関して国内外において我が国の立場についての正確な理解が浸透するよう、本年1月に拡張移転した領土主権展示館の展示内容の一層の充実等に取り組み、外交政策との整合性を確保しつつ内外発信の強化に努めてまいります。海洋政策については新たな海洋立国への挑戦を掲げた第3期海洋基本計画に基づき、政府一丸となって総合的かつ計画的に取り組んでまいります。また有人国境離島について政府地方が一体となってその保全と地域社会の維持に関する施策を引き続き強力に推進します。ギャンブル等依存症対策については昨年4月に閣議決定されたギャンブル等依存症対策推進基本計画に基づき関係省庁と連携し必要な取り組みを進めてまいります。食品安全については食品の安全性の確保のため新たな評価方式を確立するとともに、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正に食品健康影響評価を行います。またその評価結果について実数コミュニケーションを実施してまいります。個人情報保護については技術革新や国際的なデータ流通の増大等を踏まえ、個人情報の保護及び有用性の確保を目的として個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案を提出いたします。このほか休眠預金等にかかる資金の活用、特定秘密の保護に関する制度に関する施策等に取り組みます。松本委員長をはじめ理事委員各位のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。次に